はい、じゃあ最後ね、この下の段いきますね。はい、じゃあ今回はウェブのところね、リレースをしていきますね。まずじゃあ外します。はい、セパレートですので、まずねこの上の部分だけねリレースしていきますね。はい、上完了ですね。じゃあ次、真ん中行きます。はい、中段に出てきますね。これがここだな。よいしょ。はい、中段ぐるりですね。はい、2段できました。じゃあ次は一番下ですね。ちょっとくるくるしてるとこね、こういう感じの仕上がりになってきますね。はい、じゃあ最後ね、この下の段いきますね。で、ここでこう入りますよね。こういう感じね。はい、で戻ります。こっからよいしょ。
声出しますね。こうなります。で、あとはここですね。こういう感じね。ここで、今度はここもクロス作っていきますね。ここね、で抜いて、ここですね。ここね。こんな感じで最後ですね。はい、一番下の段ね。はい、ウェブレース終了ですね。今日はここまでとしますね。次回はこちらね、いつもやってるループからこのフィンガーのところね、リレースしていきたいと思いますね。さようなら。